うしたのゲン。今日はタコパで家貸してくれてありがとな。それでお礼がしたくてさ、これ受け取ってくれ。ありがとう。電源タップか。ゲンって本当何考えてんだか。大いは嬉しいけどちょっと気が合わないかな。私はソラ、オナ大に通う大学生で、今日は私の部屋で友達たちとたこ焼きパーティーを開催している。じゃあ乾杯ショーしよっか。乾杯ショー。モッシーズたこ焼き作ろうぜ。そんなことしたら逃げちゃうんじゃない。ソラ、どうしたのゲン。今日はタコパで家貸してくれてありがとな。それでお礼がしたくてさ、これ受け取ってくれ。ありがとう。しゃあ飲むぞ。何かにつけてゲンは私にプレゼントをしてくる。ゲンは私に何度もプレゼントをしてくれるけど、だいたい微妙なチョイスなのよね。多分私のことが好きなんだろうけど、正直あんまり嬉しくはないかな。ソラちゃんありがとね。お邪魔しました。うん、また大学でね。おやすみ。さて、片付けをする前にゲンからのプレゼントを確認しておくか。電源タップか。ゲンって本当何考えてんだか。好意は嬉しいけどちょっと気が合わないかな。まあ使わないのも悪いし、一応コンセントに挿しておくか。決めた。調理器具を揃えてみんなに料理を振る舞えるように本格的に自炊を始めよう。そうと決まれば早速調理器具を買わなくちゃ。うわあ、フライパンも圧力鍋も本格的なやつは結構いい値段がするな。残りの片付けやっちゃうか。それにしてもみんなで料理を食べるの楽しかったな。次はたこ焼きじゃなくてもっと手の込んだ料理を一緒に食べたいな。これはちょっと買えないな。モナダイキャンパス。へえ、料理を本格的にね。でも調理器具って意外と高くて。そういえばうちのお母さんこの前何万円もする圧力鍋を買ってたわ。専門的なものだともっと高いんじゃないかな。うわ、すそら。今日はお前に渡したいものがあってさ。ほら、フライパンと圧力鍋、商店街の福引きで当たったんだよ。これってすごく高いものじゃない。いつも的外れなプレゼントばっかなのに、今回に限ってピンポイントで欲しいものを持ってきたな。気持ちは嬉しいけど、こんな高いものはもらえないよ。自分で使いなよ。料理しないし遠慮すんなって。じゃあ俺次の講義こっちだから。珍しいわね、ソラが欲しがってるものを持ってくるなんて。ものとしても精神的にも重い。ちゃんとお返ししないとな。それからというものおかしなことが続いた。お醤油切れちゃった。明日買いに行かなきゃ。翌日。ソラ、この前のタコパの時に見たけど、醤油なくなりそうだったろ。これもらってくれよ。ありがとうゲン。また別の日。充電されてないな。やっぱり充電器壊れちゃった。地味に高いけど買わないとな。翌日大学内。ソラ、この前のタコパの時スマホの充電器調子悪そうだったよな。これあげるから使ってよ。さすがにここまで来ると不思議を通り越して恐怖だわ。確かにそれはちょっと異常かもね。かもね。異常っていうか怖いよ。もう気持ち悪くてゲンの顔見ると寒気がするもん。私がそれされたら気持ち悪いって思っちゃうな。多分ひょっとしてソラ、部屋を盗聴されてるんじゃない。やだな、クロは冗談言わないでよなんてね。さすがにゲンもそこまでしないでしょ。ただいま。とは言ったもののクロハの言うことが気になってるのよね。一人暮らし盗聴、万が一ってこともあるし、ちょっと調べてみるか。一人暮らしの盗聴に注意。1、見慣れない電源タップ。見慣れない電源タップに注意。マーラーちゃん。どうしよう、あんなこと書いてあったらゲンからもらったこの電源タップ盗聴器が仕込んであるようにしか思えない。で、俺たちを呼んだってことか。さすがにゲンもそこまではしないんじゃないか。私だってそう思いたいけどさ。そこまで言うなら実際に検証してみればいいんじゃないかな。例えばヒソヒソのシカジカ。ふむふむのシカジカ。すんご、上がってコージ。お邪魔します。みんな俺たちが付き合ってるとは知らないだろうな。今日のお泊まりも気づかれてないね。ソラ、アイラビュー。やだもん、コージったら。ミートー。部屋で恋人同士みたいな会話をして、それを阻止しに来れば確定でいいんじゃないかな。頼む、ゲン来ないで。ビリーブインユー。ダルダン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 。あ、黒だこれ。ソラー。お前いつの間にコージだ。ぬ、はっ、ゲン、お前ら隠れてたのか。
お前が盗聴してる疑惑があったからコウジとソラに一芝居打ってもらったんだよ。まさか本当に盗聴するなんて見損なったぞ。後悔だ。俺は盗聴なんてしてない。みんな信じてくれ。うそ、それはこの電子基板は電源タップには組み込まれているはずのないものだ。これが盗聴用の装置なんじゃないのか。なんだよ盗聴するだけで他には何も悪いことしてないだろ。それにその電源タップも直接渡してるんだから不法侵入もしてないし。いや、そんなこともはやどうでもいいんだけど、友達の家に盗聴器仕掛ける時点で無理だわ。ライングってレベルじゃねえよな。こんなやつと大学でも会わなきゃいけないなんて最低。ソーラ、俺はお前のことが好きで、それで悪い虫がつかないようにって思って。気持ち悪い。蓮は友達を一度に失い、その後もみんなに泣いて許しをこうだが誰も相手をしなかった。大学の居場所を失った蓮はひっそりと大学を去った。今は引きこもりになっているという噂を風の噂で聞いた。一方私は盗聴の恐ろしさを痛感した。蓮からもらったものは全て処分し、自分が購入したと確信しているもの以外は使わないように心がけている。それから数日後、お邪魔します。助けてくれたお礼を兼ねて私の